バリー・フラナガンは、イギリスの彫刻家、ウェールズのプレスタティン出身。イギリスのヨークシャー、彫刻公園にあるものアイルランドのダブリン・オランダ、ユトレヒトにあるもの1957年から1958年、バーミンガム美術工芸大学で学び、その後1964年から1966年に、かけてセント・マーチンズ美術学校に通い、アンソニー・カロに指示した。 彫刻の素材自体の持つ表現力に強い関心を抱いており、60年代半ばには砂、ヘシアン、ロープなどによる作品を制作。1967年から1071年にはセント・マーチンズ美術学校と中央美術学校で教弁も取った。1968年にはブロンズを用い始め、73年からは大理石による彫刻も制作する。 1972年にはドイツのカッセルで開催されたドキュメンタ5に参加。彼は個々の様々な神話という部門でビデオ出演している。1982年のドキュメンタ7では芸術家として参加した。1982年にはベネチア・ビエンナーレにイギリス代表として参加している。代表作にノウサギシリーズがある。晩年はイビサ島に移り住み、 2009年に筋縮性即作、硬化症が原因で母した。ありがとうございます。